はい、じゃあ今日は催眠術カフェチャンネルに、はい、なんと新山千春さんに来ていただきました。こんにちは、はじめまして、新山千春です。お願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、なんかね、どのぐらいかかるかね、ちょっと楽しみにしてやっていただけたらと思います。はい、はい、もうはい、じゃあ今日はね、催眠術カフェに新山千春さんが遊びに来てくれましたよ。ホリプロまでお邪魔しての出張催眠術カフェです。盛りだくさんにいろいろやってますんで、最後までお楽しみください。でも今全然かかってるような感じってしてないですよね。あ、全然ナチュラルな感じです、はいはい、うん、これね、不思議な水晶があって、はい、これちょっとこう、綺麗ですね、下向けて持ってもらっていいですか、うん、こんな感じで、はい、はい、そうするとね、もう立てないですよ。面白いでしょ。嘘だ。でもこれすごい便利で、自分で上向けることできるんですよ。自分でこれをちょっと上向け、そうすると全然立てます。あ、本当だ。不思議でしょ。上切れちゃいますよね。まあ、そのぐらい不思議な、ね、便利な水晶ですね、これがね。不思議。何これ。はい。じゃあこれで、ね、新山さんの、はい、好きな飲み物ですね。そうです、大好きです、はいはい、うん、中身変わってないかちょっとだけこう確かめてもらっていいですか。わかりました、うん、さっき買って買ったやつですよね、うん、はい、うん、美味しいパーマンの紅茶、はい、その持っててもらっていいですか。はい、私が、ね、すり替えたりするといけないね、うん、はい、なんか好きな飲み物って他にあります。はい、何、日本酒、日本酒好きですよね、はい、これ見つかせると、はい、日本酒に変わっちゃう。これが、はい、美味しい、自分の好きな銘柄の、ね、日本酒に変わりますよ。不思議ですけど、必ずその一冊見こうやるところ日本酒に変わっていきますよ。ちょっと蓋開けてみてください、ね、香りが日本酒です。はい、うん、香りが日本酒です。あ、不思議でしょ。飲んでみてください、美味しい、はい、美味しい日本酒です。大好きな、皆さん大好きな銘柄、美味しいでしょ。電酒ですね、これ。電酒っていうのが好きなんですね。好きなんです、美味しい。今からね、美味しいでしょ。あ、美味しいですね。美味しいですね。で、3つ数えるとね、うん、これがね、まあ、色ついてますけど、はい、もう無色、無色じゃない、無味に変わります。味がね、水の味に変わっちゃいますよ。不思議ですけど、必ずその一つ見て、水の味になって、お酒でもないし紅茶でもないですよ。飲んでいいですか。飲んでお水全然味しない。あれ、桃じゃない。あれ、水ですよね。なんかいろいろ自由自在に変わってますね。変わりますよね、うん。ちょっと戻してもらっていいですか。手を出すとね、タイミング溶けて元の味に戻ります、はい、もう大丈夫です、うん、もう大丈夫です、はい、紅茶に戻りますよ。あ、紅茶だ。紅茶じゃない、よかったです。よかったです。でもね、自在にね、何これ、味って変わるんでね、うん、そのぐらいね、なんか不思議な感覚です。すごいなぁ。へぇ、見つかせてもらってくると、なぜかテーブルの上の人形と同じ動きになっちゃいますよ。不思議ですけど、体がリンクしてます。人形が手を挙げると自分も手を挙げちゃいますよ。不思議ですけど、必ずそうなる。一つ見つ、はい、持ってきます。そこに見てもらっていいですか。スーッと手が上がっちゃう。なぜかね、この人形触るとね、自分が触られてるみたいな、そんな感じです。どうして触ってみましょう。趣味やないですね。催眠溶ける。はい、溶けました。大丈夫。わー、なんか変な感じです。変な感じします。うん、へー、はい、なんか会いたい人とかいます。会いたい人ですか。うん、
え、今すぐ娘に会いたいんですよね、学校行ってるんで。ああ、そうですね、娘さんがね、来たらすごいですよね、はい、はい、じゃあまたちょっと目閉じてもらって、力スーッと抜けていきます、抜けていきます、抜けていきます。3つ数えてもらってくると、隣になぜか会いたかった娘さん来てますよ。現場までね、来てくれてましたよ。不思議ですけど、必ずその一つ、二つ、三つ、はい、持ってきます。あ、もう、え、どうだった今日学校。楽しかった。そっか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 。え、みんなで帰ってきた。そう、みんなで。あ、うん、そっか、寄り道せず。寄り道せず、なんかどっか寄ろうかなと思ったけど、うん、お母さんに会いたくて、ママに会いたくて。そんなこと言わないじゃん、普段。そっかそっか。え、今夜何食べたい？カレー食べたいな。カレー？え、お父さん食べたじゃん。あ、そうだ。そっか。うん。何がいいかな。うん。催眠解ける。私です。小沢さんじゃないですか。不思議な感覚ですね。不思議ですね。ねえ。3つ数えてもらってくると、なぜかもう私の姿が見えなくなってます。不思議ですけど、必ずそうなりますよ。1つ、2つ、3つ、はい、いきます。でしょうか。そうですね、本当なんか自分じゃない感覚で、うん、うん、面白い、新しいチャレンジな感じでした。新しい感じですね、はい。じゃあ、まあ、最後に終わりの催眠術ちょっと一個だけやりましょうか、うん、はい、スーッとまた深いところ入って、目閉じてスーッと深いところ入ってますよ、はい、見つかると戻ってくると、今日も撮影したこと一切覚えてません。不思議ですけど、今から撮影始まりますよ。私に会うのも初めてな感じ。不思議ですけど、必ずその一つ三つ、はい、持ってきます。じゃあ、はい、今日よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします、はい、初めまして、宮間ちゃんです。宮間さんですね。はい、お願いします。今初めて会った感じですかね。あ、初めまして。あれ、前に会ってますか。いや、わかんないですけど、なんかもうかれこれ30分ぐらい前からなんか会ってるような、そんな感じはしましたけど。不思議なこと不思議なこと言われる感じですか。あ、そうです。